神竜様、今日の私を見てどう思う？どうとは？もういろいろあるでしょ。可愛いとか美しいとか綺麗だとか。そういうことでしたか。いつも通り可愛いと思いますよ。むむ、嬉しいけどそれだけ？神竜様のためにお化粧に気合を入れてきたのに気づいてくれないなんてひどい。そうだったんですね。気づかなくてごめんなさい。本当にそうよ、しくしく、うん、おや、こうやって悲しい顔を見せたら大抵の人はもっと優しくしてくれるのに。神竜様、もしかして嘘泣きを見破る訓練でも受けてる？訓練も何も、誰が見てもわかるほどのあからさまな嘘泣きでしたが。何ですと？じゃあ質問を変えるわ。私はこんなに可愛いのにどうして神竜様はチヤホヤしてくれないの？人は外見も大切ですが内面も大切ですからね。見た目で対応を変えることはしませんよ。それは違うわ。内面は大切、外見はすごく大切、これが真理よ。はあ、いい？もっともっと外見を磨いて神竜様を必ず振り向かせてみせるわ。神竜様、今日の私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すっごく綺麗になったでしょ。さすがの神竜様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。チヤホヤする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずにいつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果正妻にも気に入られて、側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの、お母様みたいに。なるほど、合点がいきました。でも一つ聞きます、オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか？え？あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。私は思いやる気持ちが美しい。神竜様、これあげる。オルテンシア、この鍋は？神竜様のために手料理を用意したの。スパイスが入っているから体が温まるわよ。あと傷口に効く薬草も手に入れたの。もしもの時はこれを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが一体どうしたんですか？神竜様に言われて気づいたの。私は誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神竜様、大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ、素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら神竜様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか、望むところです。言ったわね。その日が来るまで覚悟してなさい。楽しみにしていますよ、オルテンシア。ゴルドマリー、聞いたわよ。あなた街で突然告白されたんですって？
すみません、隠していたわけじゃないんです。別に怒っているわけじゃないわ。それで相手には何て返事をしたの？もちろん丁重にお断りしました。そう、意外と慣れた対応をしているのね。もしかして今までにも告白されるようなことがあったわけ？はい、私が可愛すぎるせいで自然と人を引きつけてしまうみたいなんです。すみません、美人に育ってしまってすみません。なんか面白くないな。私の方がお姉さんですから、きっと大人の魅力のおかげだと思います。私がお子ちゃまだってそう言いたいわけ？いえ、そんなつもりは。まあ仕方がないわね。コルドマリーが魅力的なのは当然だもの。さすが私の進化よね。鼻が高いわ。オルテンシア。でも主として見劣りするわけにはいかないから、今度料理を教えなさい。はい、喜んで。全然うまくできないわ。大丈夫、私の言う通りに作ればきっとうまくいくはずです。諦めずに頑張って。これをこうしてこうやってひっくり返してできたわ。見かけは少々あれですが、肝心の味を見させてもらいます。どうかな。美味しいです。よく頑張りましたね。嬉しいわ。私また魅力的になれたかしら？はい、もちろんです。ゴルドマリーみたいな進化がいるんだもん。これからも気が抜けないわね。進化？あら、どうしたの？私もロサードも実のところ正式な進化ではありませんよね。ああ、そのこと。いいのよ、私が認めてるんだから。邪竜が目覚めて戦争が始まった時、私たちはまだ学園に通う生徒だった。でもお父様が私に王城に戻るようにおっしゃって、ただの学友である私とロサードが無理やりオルテンシアについていったんでしたね。無理やりじゃないわ。私は嬉しかった。仲良しだったあなたたちと離れたくなかった。まだ学園にいたいと思ってたから。でも結果こんな風に巻き込んだわ。本当にごめんなさい。謝るのは私の方です。本来ならイルシオン王族の進化は国王がお決めになる。私たちはそれを押し切ってしまったのですから。その上いつか認めてもらうことももう叶わない。オルテンシアのお父様を守れませんでした。いいの、あのことはゴルドマリーが、私たちが何かできることじゃなかった。お父様はきっと認めてくださるわ。二人が私の正式な進化となること。だからもうそんなこと言わないで。ここに来たことを謝らないで。オルテンシア。ゴルドマリーがいてくれて嬉しいの。本当にありがとう。戦争が終わったらまた一緒に学園に戻りましょうね。はい、必ず。オルテンシア、私と初めて会った時のこと覚えてますか？初めて会った時？ああ、私が学園の上級クラスに飛び級した時のこと？いいえ、実はその前に私はオルテンシアに出会っているんです。え？そうなの？オルテンシアが飛び級してくる少し前、私はイルシオン兵とブロディア兵の戦に巻き込まれたことがあるんです。立ち寄った町が突然戦場となり、
恐怖で一歩も動けなくなってしまった。そんな時に飛び込んできて私を助けてくれたのがオルテンシアでした。ああ、思い出したわ。町にブロディアの急襲があって兵たちの様子を見に行った時のこと。取り残されてる女の子がいて必死で助けに行ったのよ。はい、ブロディア兵に狙われそうになった私を強力な魔法で守ってくれて、ペガサスで安全な場所に運び、名前も名乗らず去っていった。あなたが上級クラスに入ってきた時は驚きました。命の恩人が目の前に現れたのですから。嘘、そんな話今までしなかったじゃない。照れくさくて言えなかったんです。でもあの頃からずっと尊敬しているんです、オルテンシアのことを。ありがとう、その話聞けてよかったわ。でも私もゴルドマリーを尊敬してるんだから、危険を顧みず私についてきてくれた。こんなに心強い友達はいないわ。それにとっても可愛くて私よりもモテるもんね。それはどうでしょうか。ねえゴルドマリー、これからも私と一緒にいてくれる？ええ、もちろんです。オルテンシアのためならこれからも何だって協力します。友達として、あなたの進化として。オルテンシア、どうしたのお姉様、私の可愛いお顔に釘付け？嬉しいのよ、お互いにいろいろとあったけれど無事にこうして同じ場所に立てて。あなたは私の大切な家族だから。家族か、腹違いの姉妹だけどね。そんなこと関係ないわ。あなたは私のたった一人の妹、誰よりも大切な妹よ。なんか改めてそう言われるとすっごく恥ずかしいんだけど、でも私も同じ気持ちよ。ありがとうお姉様。その笑顔、あなたのお母様にそっくり。日に日に似てきているわね。本当に私お母様に似てきてる？それすごく嬉しいな。こうやって私がお姉様の妹でいられるのはお母様のおかげだから。あ、別に勘違いしないでね、私は恨み事を言うつもりなんて。ええ、もちろん分かっているわ。でもごめんなさい、私の母のせいでオルテンシアたちは。用事を思い出しちゃった、ごめんねお姉様。オルテンシア、お姉様、私のお母様のこと覚えてる？ええ、もちろんよ、よく覚えているわ。もしよければだけど話を聞かせてほしいの。お姉様から見たお母様ってどんな人だったんだろうって思ったから。一番印象に残っているのは笑顔よ。あなたのお母様は正妻である私の母からよく思われていなかった。だから母やその取り巻きから凄惨な嫌がらせを受けていたわ。そんな地獄のような日々の中でも彼女は笑顔を絶やさなかった。うん、その愛嬌と忍耐強さを武器にとうとう私の母まで口説き落とし、友人として取り入ることに成功した。本当に本当によく覚えているわ。母親とは自分の娘のためならばここまで強くなれるのだと。娘のため？ええ、そうよ。あなたのお母様はあなたを守りたかったから強かったのだと思うわ。私のことを。オルテンシア、彼女は立派な方だった、それだけは断言できるわ。そっか、知ることができてよかった、ありがとうお姉様。ねえお姉様、どうしたのオルテンシア。私もいつかは
お母様みたいになれるかな。可愛さではもう勝ってるかもだけど、それ以外の部分ではまだまだよね。いいえ、そんなことないわ、オルテンシア。あなたは7歳の頃にお母様を亡くしたわね。うん。けれど母親という後ろ盾を失ってもなお、あなたは王城内に居続けることができたわ。汚い思惑がはびこる城内で子供が一人で生き延びることなどほとんど不可能。でもあなたはそれを可能にした。あなた自身の力で。私自身の力？どういうこと？お母様譲りの愛嬌と忍耐強さで、あなたは城内で味方を増やし居場所を作った。年頃になってからは私と同じ学園に通い、飛び級で上級クラスに入ってきた。全部あなた自身の力で。もう分かったでしょ。いつかはお母様みたいになれるかな。あなたはそう言ったけれど、すでになっているわ、魅力ある女性に。まさかお姉様にそんな評価をもらえるなんて。ちょっと、うん、すごく嬉しい。ありがとう。お礼を言うのは私の方よ。幼少時からあなたたちの姿にどれほど私が勇気づけられたことか。ありがとう、オルテンシア。お姉様、私お姉様の評価に恥じない王女でいるわ。これからもずっとお姉様と離れ離れになった時、私がどれだけ寂しかったか。お父様もいなくなって私一人ぼっちになっちゃうかと思ったのよ。一人にしてごめんなさい。これからはずっと私がいるから。約束よ、もう絶対に離れないんだから。ええ、私たちはもう離れない。約束するわ。あなたが私の妹で本当に幸せよ、オルテンシア。私もよ、お姉様。見つけたわ、クラン。え、オルテンシア王女？そう、私がイルシアン王国第二王女、オルテンシアよ。僕に何かご用ですか？くっふっふー、風の噂を耳にしたのよ。あなたどうやら私のファンクラブの会長をしているらしいわね。え？え？何よその反応。この私がファンサービスしに来たのよ。もっと喜ぶべきでしょ。オルテンシア王女、勘違いをされているのでは？勘違い？その僕がファンクラブの会長をしているのは。そんなクランが会長をしているのは私じゃなくて自分の主君のファンクラブだったってこと？すみません、きっとどこかで話がすり替わってしまったのではないかと。とんだ赤っ端だわ。土にでも埋まりたい。こうなったらクランに命令よ。え？私のファンクラブも作りなさい。オルテンシア王女はどうしてファンクラブを作りたいんですか？それは言いふらしちゃったのよ。私のファンクラブができたって。今のままだと私が嘘をついたことになっちゃうでしょ。そうだったんですか。だからクランに協力してもらえたらなって。クランは私のファンクラブを作るの嫌？嫌ではないですけど、ファンクラブっていうのは相手のことを本当に好きじゃないと。じゃあ私のこと好きになれないかな？僕グイグイ来る人って応援対象としては苦手なんですよね。なんですって。誰がグイグイ来るってのよ。誰が？ごめんなさい。わかったわ。そういうことならファンクラブは諦める。
クランの言う通り、無理やり作らせても悲しいし、時間を取らせて悪かったわ。いえ、クランは正直でいいと思うわよ。私になびかないところも斬新だし。それじゃあ私戻るわね。みんなにちゃんと謝らないとな。オルテンシア補助。クラン、何してるの？オルテンシア補助？そんなに驚かなくても、この前のことだったら別に怒ってないわよ。ファンクラブのこともみんなに話したら、そんなことだと思っただって失礼しちゃうわよね。そのことなんですが、オルテンシア王女に見ていただきたいものが。何？小さい紙ね。何か文字が書いてあるわ。オルテンシア王女ファンクラブ会員ナンバー1番クラン。これ私のファンクラブの会員証。どうしてこんなものがあるのよ。この前オルテンシア王女と話してみて、推しは強いけど素敵な人なんだなって思って作っちゃいました、ファンクラブ。クラン、今さら遅いかもしれないですけど、オルテンシア王女が良ければ応援させてください。まああんたに浅すぎや。でも私すっごく嬉しい。ありがとう。それじゃあ早速宣伝しましょう。きっと大勢の人が入ってくれると思いますよ。しばらくはクラン一人でいいわ。はい。だって私のファンクラブよ。世界一ファンが集まるのは目に見えてるもの。だから今はたった一人のファンに応援されるのも楽しいかもって思うのよ。オルテンシア王女、わかりました。一人でも精一杯応援させてもらいます。よろしくお願いね、ファンクラブ会長さん。むむ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 。どうされたんですか、オルテンシア王女。わかるわかるわ、クロエには私に足りてない魅力がある。魅力？そう、それは母性。全てを優しく包み込むような力。ずるいずるい、可愛さなら負けないけど母性って何よ。そりゃ何年か経てば私にだって母性の一つや二つくらい生まれるに違いないわ。でも私は今負けてるのが嫌なの。はあ。ということでクロエ、これからはしばらく私と仲良くしなさい。あなたから母性という母性を引きずり出し、全て学んでものにしてみせるわ。よくわかりませんが構いませんよ。オルテンシア王女のような愛らしい方が私のことを慕ってくださるなんて光栄です。そう、急なお願いだったから嫌じゃなかった？割と一方的なあれだったし。全然構いませんよ、これからよろしくお願いしますね。なんだかすでにクロエの母性に包み込まれてる気がするわ。母性とは全てを優しく包み込む力、人を引きつける魔性の魅力。頭では分かってるけど、具体的にどうすれば得ることができるのか、クロエに密着して何としてでも学んでみせるわよ。私がお役に立てるなら光栄です。頑張ってくださいオルテンシア王女。でもその前にちょっとだけ、この手ぬぐいでオルテンシア王女の口元をキュキュ。ん？汚れてた？はい、これでもう大丈夫です。可愛いお顔がさらに可愛くなりましたよ。ありがとうクロエ。ん？もしかして今のが母性？私何の警戒心も抱かず、安心して自然と身を委ねてしまった。口を拭かれてる時もとても心地が良かった。そうですか、なら良かったです。全く油断も隙もないわね。
ま、気を取り直してクロエへの密着を続けるわよ。はい、お水はどうぞ。え、なんで？たくさんおしゃべりしたから喉が渇いたのでは。それに今日はちょっぴり暑いですし。わあ、ありがとう。ごくごく。またしても母性に飲み込まれたわ。恐ろしい、恐ろしいわクロエ。あ、クロエ。こんにちは、オルテンシア王女。うん、じゃあね。あの、オルテンシア王女。な、何かしら。気のせいかもしれませんが、なんだか私を避けていませんか？やっぱりバレちゃうわよね。私、何か失礼なことをしてしまいましたか？よろしければ理由を教えてほしいです。だってクロエの近くにいると嫌でも自分に足りないものを意識しちゃうんだもん。甘えたくなる母性とか大人の魅力とか全部今の私にはないもの、それを意識したくないからクロエのこと少し避けてたの。そうだったんですか。理由を話してくださってありがとうございます。でも私はもっとオルテンシア王女と仲良くしたいです。え？人がそれぞれ違うのは当たり前のことです。オルテンシア王女は私から母性を学びたいとおっしゃってくださいましたが、逆にオルテンシア王女に会って私にないものだってたくさんあります。私だってオルテンシア王女の魅力をもっと学びたいと思っているんですから。クロエ、そんな風に言ってくれて私とっても嬉しい。ごめんなさいクロエ、私もうあなたを避けないわ。これからはもっとたくさん一緒にいましょう。お互い学び合って高め合うのよ。ええ、嬉しいです。王女の可愛さたくさん見せてもらいますね。私だってクロエの魅力をいっぱいものにして誰よりも素敵になってみせるんだから。オルテンシア王女なら必ずなれますよ。その前に鼻水を拭いておきましょうね。キュッキュッ。ありがとうクロエ。え、鼻水出てた？オルテンシア、私あなたと友達になりたいんだ。よかったら私とお話ししない？あなたと話すことなんて何もないわ。あなたのせいでお父様は死んだのよ。どうしてあなたと友達にならなくちゃいけないの？洗脳が解けて元に戻ったからって関係ない。あなたはお父様が死ぬ姿を見て笑ってた。あの姿が頭から離れないのよ。お願いだから私に近づかないで、どこかよそへ行ってちょうだい。私あの時のことを謝りたいと思って。イルシオンは邪竜を信仰している国よ。でもそれは間違いだった。あなたは好きになれないけどその強さだけは羨ましいわ。私がもし邪竜に生まれていたらその力でお父様を守ることができたはずだもの。邪竜に生まれていいことなんて何もないわ。生きてるだけで殺されかけるもの。私は人間に生まれたかった。そうすればこんなに悩むこともなかったのに。何よそれ、贅沢な悩みね。とにかく私はあなたとは友達にならない。さようなら。あなたがよそへ行かないなら私が他の場所へ行くわ。あのオルテンシア、しつこいわね。あなたと話すことなんてないって何度言ったらわかるの？最後に一つだけオルテンシアに聞いてほしい話があるの。私のママは普通の竜族だった。でもね、邪竜と交わりを持ったからといって
人間に迫害されて死んでしまったの。え？私だって年を取らないせいで周囲の人から気味悪がられて辛いことばかりだった。だから邪竜に生まれて得をしたことなんて何もないわ。それをオルテンシアに伝えたかったの。あなたも家族を失ったってことね。言いたかったことはそれだけ？ええ、本当は友達になりたかったけど諦めるね。私がひどいことをしたのは間違いないから。じゃあ私もう行くね。ちょっと待ちなさいよ。羨ましいなんて言って悪かったわね。あなたの過去も知らずに無神経だったわ。これで話はおしまい。さあもう行きなさいよ。オルテンシア、話を聞いてくれてありがとう。ベイル王女、ちょっといいかしら。オルテンシア、何？あなたに話したいことがあるの。うん。私はあなたのことを全然知らなかったわ。知ろうとせずに拒絶するのは簡単だけど、それじゃ何も変わらないって気づいたの。だからあなたと友達になってあげる。いいの？今はまだあなたのことを完全に許すことはできないわ。もしかしたらやっぱり一緒にいるのが耐えられなくなるかもしれない。それでもよかったらどうかしら。うん、それでも嬉しいわ。それじゃあこれ、友達の印に甘くて美味しいお菓子をあげるわ。あなた激甘な食べ物が好きなのよね。うん。お父様が話してるのを聞いたことがあるのよ。あなたが甘いものを好んで食べているって。ごめんね、オルテンシア。私、甘い食べ物は苦手なの。え？もう一人の私は甘いものが好物だったのかも。でも、今の私が好きなのは辛い食べ物よ。ああ。やっぱりあなたって、昔とは全然違うのね。いいわ、今度あなたに。激辛の食べ物をご馳走してあげる。本当？その代わりこれからたくさんあなたのこと教えなさいよね。前のあなたがかすむぐらい、お父様を殺したあなたを別人と思えるぐらい。うん、私もオルテンシアのこともっと知りたい。あなたと分かり合えたらお父様が死んだ悲しみも乗り越えられるかもしれないわ。よろしくね、ベイル王女。こんにちは、オルテンシア王女。む、セリーヌ王女。ふむふむ。へえ、なるほどなるほどね。これは強敵ね。でも私だって負けてないわ。オルテンシア王女、先ほどから何を？よし、いけるわ、いけるいける。正直に言うとほぼ互角って感じだけど、初めから認めるわけにはいかないわ。だってこれは勝負なんだから、負けるわけにはいかない大事な勝負。はあ、勝負だからこそ今は不都合なところには目をつぶって高らかに宣言するのよ。セリーヌ王女、恐るるに足らずよ。可愛さだけじゃないわ、何もかも私の方が勝ってる。うん。何をおっしゃるのかと思えば、オルテンシア王女はいつも元気ですね。元気ですって？ふんだ。そうやって余裕ぶるのも今のうちよ。これからいっぱい私の方が優秀だって証明してあげるんだから、首を洗って待ってなさい。あら、もう行ってしまうの？お茶でも一緒にと思ったのだけれど。いいな、私にもあんな可愛い妹がいたらな。こんにちは、
オルテンシア王女。来たわね、セリーヌ王女。早速だけど勝負よ。どっちがお肌プニプニか選手権。プニプニプニくすぐったいです。プニプニ選手権は中止よ。もうですか？別に諦めたわけじゃないわ。勘違いしないでちょうだい。それは残念です。私もオルテンシア王女をプニプニしたかったのに。そうなの？でも今は勝負してるから邪魔しないで。わかりました。セリーヌ王女が相手だとなんかいつもの感じで立ち回れないわ。やっぱりセリーヌ王女のことを本当は可愛いって認めているからなのかしら。プニプニ、こら！プニプニ選手権は中止って言ったでしょ。ごめんなさい、オルテンシア王女。どうしても触ってみたくて、つい。そんな素敵な笑顔で謝られたら好きになっちゃうじゃない。もうやめてよ。私が世界で一番可愛いんだから。言ってしまったわ。残念、今日こそお茶に誘いたかったのに。オルテンシア王女、今日は元気がなさそうですね。セリーヌ王女、認めるわ。え？セリーヌ王女、あなたは可愛い。勝負はあなたの勝ちよ。本当は最初から認めてたの。目が離せなくなるほどの圧倒的な魅力を。まあ、そんなに褒めてくださるなんてありがとうございます、オルテンシア王女。ですが、プニプニ。うわ、なんでプニプニするの？勝負は仲良く引き分けにしましょう。オルテンシア王女もとても可愛いですよ。思ったことがすぐ顔に出てしまうほど素直で、その素直さに周りの人もどれだけ癒されていることか。セリーヌ王女。オルテンシア王女、あなたにも素晴らしい魅力があります。だから笑ってください。あなたには笑顔が似合いますから。そんなこと言われたら、私あなたのことがもっと好きになっちゃうじゃない。私はとっくにオルテンシア王女のことが好きですけれどね。その余裕が悔しいけど、もう何だっていいわね。オルテンシア王女、今日は紅茶をご一緒しませんか？ずっとあなたをお誘いしたかったの。え？私を？ええ、同じ妹王女という立場同士、いろいろお話しさせてくださると嬉しいです。友好の印としてイルシオンの茶葉を取り寄せてあるの。本当？行く行く、セリーヌ王女大好き。よかった、素敵なお茶会にしましょうね。オルテンシア王女、暇なら俺とお茶でもしない？フォガート王子、いくら私が美人だからってイルシオン王国第二王女を口説こうとは勇気あるわね。別に口説くとは言ってないよ。ちょっと話でもしたいなって思っただけで。どうだか、あなたが遊び人だってことはイルシオン王国でも話題になってるんだから。俺のことがイルシオンで話題になってるんだ、嬉しいな。あまり喜ぶようなことじゃないと思うけど。そんなことどうでもいいから、国同士の交流も兼ねてお茶しようよ。お断りよ。お姉様の仕事の手伝いとかやることがたくさんあるんだから。あなただって王子なんだから、仕事は山ほどあるんじゃないの？ソルム王国は女王制だからね。国を継ぐのは俺じゃなくて姉さんなんだよ。呆れた。それで遊び歩いてるってこと？治安を守るために街を見回ってると言ってほしいな。そんなこと言って手のいい言い訳にしか聞こえないわ。あなたも少しはミスティラ王女の手助けをして楽させてあげた方がいいわよ。
オルテンシア王女は釣れないな。まあいいや、気が変わったら声をかけてよ。俺はいつもこの辺りにいるからさ。あ、ねえねえ、もしよかったら。あれはフォガート王子？女性に話しかけているみたいだけど。あ、もしかしてあの人を口説こうとしているんじゃ。そんなこと同じ王族として許されないわよ。きちんと注意しないと。荷物を運ぶのを手伝ってあげてただけ？そうだよ。すごい怒ってるから何事かと思ったよ。ごめんなさい、本当に人助けをしていたなんて。治安を守るために町を見回りしてるって言ったでしょ。あれって本当のことだったのね。疑ったことを謝るわ。別にいいよ、褒められたくてやってるわけじゃないし。いいわ、そういうことなら私も付き合ってあげる。え、お茶に付き合ってくれるの？フォガート王子の人助けに付き合うの？あそういうことか、わかった。じゃあ一緒に街を回ってもらおうかな。はあ、フォガート王子、あなたって実はすごかったのね。もしかして俺のことを好きになっちゃった？もうからかわないで、なんでそうなるのよ。冗談だって。あなたはミステラ王女のために町の人の悩みに親身になって耳を傾けている。でも私はお姉様の手助けとはいえ王女のことを手伝っているだけだった。あなたと一緒に町を回って自分の視野が狭いことに気づかされたわ。私って本当にお姉様の力に慣れていたのかしら。俺もオルテンシア王女と同じさ。え？俺は姉さんのように大きな責任を負う立場じゃない。だから一生懸命頑張るしかないんだ、今俺ができることをってね。ええ、そうね。今のあなたちょっとだけかっこよかったわよ。そう言ってくれると嬉しいな。じゃあこれからお茶でもどう？それとこれとは話が別よ。でも町の見回りはいくらでも手伝ってあげる。ああ、それで十分さ。今俺たちにできることを一生懸命頑張りましょう。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子、あなたから話しかけてくるとか珍しいわね。その、実はやっぱりいいです。何よそれ、すっごく気になるんだけど。いいからとりあえず話してみなさいよ。ほら早く。寝てほしいんです。声ちっちゃ、もっと大きな声で。あの、その自信のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きい。まあいいわ。それどういうこと？オルテンシア王子はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しいです。なるほど、そういうことね。でも残念でした、そんなの教えてあげません。あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優しく教えてあげたんだけどな。そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割くなんて無駄でしかないですし、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです、すぐに消えますね。ちょっと待ちなさいよ、私そこまでは言ってないわよ。いいんです、どうか僕のことなどお気になさらずに。僕のような恥の塊はオルテンシア王女に二度と話しかけませんから。え、ちょっとスタルーク王子ったら。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに、かわいそうなことしちゃったわ。仕方ないわ、次に会った時に協力してあげましょう。スタルーク王子。おーい、スタルーク
僕なんかと話していてもあなたの人生には何の利益もありませんよ。相変わらず後ろ向きな性格ね。でもだからこそ協力のしがいがあるってもんよ。いい？お望み通り私が自信のつけ方を教えてあげるわ。え、ありがとうございます。でもどうして心変わりを？あんなに嫌がっていたのに。この間はごめんなさい、ちょっと冗談が行き過ぎたわ。正直ブロディアのことは苦手だけど、スタルーク王子とはもう仲間だから、仲間が困ってたら協力してあげるの当たり前のことでしょ。俺テシア王女な、何よそんなうるうるした目をしちゃって、ちょっと可愛いじゃない。あ、お礼ならいらないわよ。近づかないでください。それにこっちも見ないでほしいです。え、はあ、なんで私がそんなこと言われなくちゃいけないのよ。だって僕なんかのことを仲間と言ってくれて協力までしてくれるだなんて、オルテンシア王女、あなたは間違いなく善良な方です。ですがあなたが善良な方であればあるほど僕の心がすさんでしまうのです。え、あなたの心の光が僕のゴミ虫のような汚い心を照らし出してしまう。ですからどうか僕に構わないでください。ごめんなさい。後ろ向きな性格にも程があるでしょ。何なのよもう。スタルーク王子。オルテンシア王女。逃げる前に聞いて、私あなたに協力するのやめたわ。どうやったってあなたが自信持つなんて不可能って感じだし。賢明な判断だと思います。最初は僕の方から頼んでおいてなんですが。ほんとよね、あなたは失礼で自分勝手な人よ。ごめんなさい。どうぞこれからは気兼ねなく僕のことなど無視をしてください。いいえ、そんなのお断りだわ。え、卑屈で自信がなくてとことん後ろ向きな性格、それが紛れもないあなたの真の姿よ。でもそのままのあなたを私は仲間として受け入れるわ。え、あなたは自信のつけ方を教えてほしいって私に言ってきた。それは後ろ向きな性格を直して私たちに歩み寄ろうとしたってことでしょ。はい、この性格が直ればもう少しみんなと仲良くなれるかと思いました。その気持ちは素敵よ。でもそんなことをする必要はないわ。後ろ向きすぎる性格は問題かもしれないけど、あなたには他にいいところがたくさんあるんだから。だから私はありのままのあなたを仲間として受け入れるわ。オルテンシア王女、ありがとうございます。お礼なんていらないわ。別に思ってることを言っただけだし。優しいですね。やっぱりその善良さが眩しいですが、もうそばにいても大丈夫そうです。王女の考え方が分かったからでしょうか。え、いきなりすっごい目を合わせてくるじゃない。はい、今までの分までと思っていつも急に逃げたりしてすみませんでした。何かしら近いわ。今度はこっちが恥ずかしくなってきた。やめなさいよスタルーク王子。王子なのにそんな可愛い顔で見られたら私の立場がないじゃない。オルテンシア王女。いつもとは逆になってしまいましたね。この群は美男美女が多くて本当に嫌になっちゃうわ。私だって負けてるとは思わないけど、どうしても埋もれちゃうのよね。その話聞かせてもらったわ。あなたは一攫千金、商売繁盛、悩める乙女の味方、アンナさんです。オルテンシア王女、可愛くなりたいなら私の商品がおすすめよ。本当？私お買い物にはうるさいわよ。がっかりするようなものは何一つとしてないはずよ。
オルテンシア王女にぴったりの商品をたくさん取り揃えてるんだから。すごい自信ね。そういうことなら商品を見せてもらおうかしら。もちろん。まずこちら、さっとつけるだけで夜まで落ちない魅惑の桃色ホーベに、いつでも可愛くなるわ。他には口紅に石鹸、お肌が綺麗になるお水に、髪がサラサラになるおまじないがかかった水晶、最後にそれら全てがすっきり入る小物入れ、持ってるだけで可愛いキラキラ虹色よ。すごーい。買うわ買う買う、全部ちょうだい。毎度あり、たくさんのお買い上げありがとう。本当にいい商品ばかりで驚いたわ。これで私ももっと可愛くなれちゃいそう。今後のために聞きたいんだけど、オルテンシア王女はどうして可愛くなりたいの？そんなの決まってるじゃない。誰よりもモテたいからに決まってるわ。ふむふむ、誰よりもモテたいと。それじゃあ私もう行くわね。買ったお化粧品や小物を試してみたいの。アンナさん、ありがとう。オルテンシア王女、暗い顔してどうしたの？アンナさんの商品を試してみたんだけど、なんだか違う気がするのよね。それって私の商品が良くなかったってこと？そうじゃなくて、小物や化粧で飾っても天然の美男美女には勝てない気がするの。そんなことないわ、私の商品は完璧なんだから。あれから新しい商品も仕入れたの。魔法の香水なんていうのもあるわ。魔法の香水？使えば誰からも可愛く見られるの。効力に期限はあるけど、魔法がかかってるから必ず効くわよ。ちょっと、それってすごくない？お試しに一回使ってみなよ。ほら、わあ、いい匂い。これだけで私可愛く見えるようになったの？オルテンシア王女がさっきよりも輝いて見えるわ。この香水の効果とってもすごいよ。本当？これで私誰よりもモテるかしら？うん、バッチリ。香水しばらく貸してあげるから、気に入ったらぜひ買ってちょうだいね。アンナさん、ちょっといいかしら？オルテンシア王女、この前の香水の効果はどうだった？やっぱりこの香水はいらないわ。え、もしかして効果がなかったの？効果はバッチリだった。誰よりもモテるようになったと思う。でもこの香水はもう使いたくないの。どうして？あんなにモテたいって言ってたのに。最初はみんなすり寄ってきていい気分だったわ。だけどだんだん虚しくなってきて、それで分かったの。努力をしないで簡単にモテたら楽しくないって。そっか、ごめんね、オルテンシア王女。私余計なことをしちゃったみたい。ううん、アンナさんが香水を貸してくれたから気づいたのよ。あなたには感謝の言葉しかないわ。今のオルテンシア王女は香水を使った時より魅力的に見えるわよ。ありがとう。私は私らしく魅力を磨いていくわ。私も地道に商売を続けて最高の商売人を目指していく。うん、それがいいと思う。ということで、オルテンシア王女、私の商品を見ていかない？モテる努力を続けるために必要なものがたくさん揃ってるわよ。アンナさんたら本当に商売上手ね。オルテンシアの表情いただき。え？な、何よロサード。じゃん、似顔絵を描いたんだ。素早く絵を描いちゃう俺の得意技。ほら、鏡に映したようにくっきりと
オルテンシアの綺麗な表情が描かれてるでしょ。何よこれ、ぼーっとしてて全然可愛くないじゃないの。私としたことが不覚だわ。ちゃんと表情を作るからやり直して。そうかな、このオルテンシアいい感じだと思うよ。何言ってるのよ、こんな表情私っぽくないんだから。はい、これが完璧な決め顔。もう一度似顔絵を描きなさい。さっきの顔の方が良かったのに。つべこべ言わない、これは王女命令よ。はいはい、もう一回描きますよ。これでいいんだね。いいじゃない、ありがとう。あー、さっきのぼーっとした似顔絵は捨ててよね。あんなぼーっとした顔が後世に残ったら末代までの恥になっちゃうもの。そうかな。いい表情だと思うんだけどな。あ、それぼーっとしてた時の似顔絵じゃない。捨ててって言ったのに。ロサードったらなんでまだ持ってるの。ごめんね、どうしても捨てられなくってさ。オルテンシアが嫌がってるのは分かってるけど、俺には本当にいい表情に見えるんだよ。でも私は嫌なのよ。捨てて捨てて。分かったよ、オルテンシアがそこまで嫌がるなら。なんでそんなに渋々なの。だって俺はオルテンシアの作り笑顔があんまり好きじゃないし、前はもっといろいろな表情を見せてくれたのになって。ほら、俺たちの通ってたイルシオンの学園にいた頃とかはさ。そんなこと言われたって仕方ないじゃない。ここはもう私たちのいたあの学園じゃないわ。王女としての私は常に笑顔を振りまいてみんなから尊敬されなきゃダメなんだもん。王女としての責務ってやつ。そうよ、じゃないとみんなが不安になるわ。あんな顔は私じゃないの、分かった。ああ分かったよ。オルテンシア撤退しよう、この異形兵の数にはかなわないよ。大丈夫よ、私がみんなを守るから。オルテンシア危ない。ロサード、ロサード、私をかばって撤退するわよ。誰も死なせちゃダメなんだからね。ロサード、しっかりして、死んじゃダメよ。目が覚めたのね、大丈夫、私がわかる。ああ平気平気、ちょっと気を失ってただけ。ちょっとってそんなわけないわ。私あなたが死んじゃったらって。ってこんな時に何書いてるの。自生の句。似顔絵だよ、オルテンシアの表情いただきだ。何よそれ、本当に元気なんじゃない。心配して損したわ。ほらこの髪見てみなよ、本当にいい表情をしていると思わない。ロサードの意識が戻ってほっとしているところだものね。そうね、悪くない表情だと思う。ロサードの言う通り、学園にいた頃はよくこんな顔もしてたわ。苦手な授業で刺されなかった時とかね。ちょっと、それよりは真面目な顔してるわよ。ねえ、この似顔絵俺の宝物にしていいかな。仕方ないわね、でも他の人に見せないでよ。もちろん分かってるって。ロサード、助けてくれて嬉しかった、かっこよかったわよ、ありがとう。思えば私はずっとあなたに助けられてるわ。お礼だったらまた素敵な表情を見せてくれれば十分さ。そんなこと
ことならお安いご用よ。私の進化になってくれてありがとう、ロサード。これからも一緒にいてね。リンデン、お姉様が呼んでいたわよ。オルテンシア様、わざわざすみません。いいのよ、他の用事のついでだから。あら、その絵画とっても綺麗な人。もしかしてリンデンの娘さん？この油絵は妻を描いたものです。リンデンの奥さんなの？こんな美人の奥さんがいたなんてすごいわ。オルテンシア様にそう言っていただけるとは、妻もきっと喜んでおると思います。ぜひ挨拶がしたいわ。今度紹介してちょうだいね。残念ですがそれはできません。妻はすでに亡くなっておりますからな。ごめん、私知らなかったから。気にすることはありませんぞ。わしらの間には3人の子供がいて、それぞれが独立して立派に生活しております。わしは賢者として多くの魔導兵も育て上げました。天国の妻もきっと喜んでいると思いますよ。リンデンはとても優秀なのね。奥さんも鼻が高かったんじゃないかしら。そうだリンデン、私直属の先生にならない？あなたに教われば私もっと強くなれると思うの。嬉しい申し出ですが、それは難しいのです。じゃあどうして？今のわしではオルテンシア様を教育する体力はありませんのじゃ。そっか、戦もあるものね。無理を言ったわ。オルテンシア様が学ばれるにはもっと若い教育者が最適ですよ。ねえリンデン、私直属の先生になる話もう一度考えてくれない？オルテンシア様、前に言った通りわしでは力不足です。じゃオルテンシア様は席を置いておられるイルシオンの学園でも優秀だと聞きました。そう焦って強くなろうとする必要もありません。お父様は私が一人前になる前に死んでしまったわ。だから急がなくちゃいけないの。もう後悔はしたくないから。オルテンシア様、私もリンデンの子供のように父親を安心させるような強い人間になりたいの。あなたにならそれができるでしょ？オルテンシア様の気持ちは十分に伝わりました。ですがわしにはできない理由があるのです。どんな理由なの？ハイヤシンス様亡き後、イルシオン王国は危機的状況です。一つでも圧力が生じればすぐにでも国は崩壊してしまうでしょう。愛するイルシオン王国を守るためにも今はその立て直しに全力を尽くしたいのです。今の情勢ではオルテンシア様に十分な時間を割くことができませんのじゃ。この前お姉様に呼ばれていたのもそのことだったのね。リンデン、わがまま言ってごめんなさい。お姉様やリンデンが必死に頑張ってるのに、私は自分のことばかり考えていたみたい。あなた様のお考えも立派です。オルテンシア様はオルテンシア様でご自分にできることをなさればよいのです。うん、ありがとうリンデン。私にできることがあったら何でも言ってね。これでもイルシオンの王女なんだから。私はイルシオン王国のために何ができるんだろう。自分にできることって何なのかな。お父様教えて。ハイヤシンス様なら今のままで良いとおっしゃるはずですぞ。リンデン、どうしてそう言い切れるの？お父様はもう死んでしまったのに、お姉様と違ってお父様にはいっぱい迷惑をかけてしまったのよ。きっと天国のお父様は私にがっかりしているはずだわ。わしはもともとハイヤシンス様の兄王様の臣下でしてな。
そのことはあなた様もご存知だと思いますが、当時はハイヤシンス様のことをよく思っていなかったのです。お父様のことを？それは全然知らなかったわ。当時は後継者争いもあって、わしらの派閥はハイヤシンス様とは対立関係にあったのです。結局アニオ様は後継者争いに敗れ、失意のうちに国を去ることとなりました。わしはアニオ様が選ばれなかったことに納得がいかず、ハイヤシンス様を恨みました。しかしある時、ハイヤシンス様がおっしゃったのです。リンデン、お前は今のままでいいと。当時はなぜそんな言葉をおっしゃったのか、よく意味は分かりませんでした。しかしある時気づいたのです。国を思う気持ちは同じだったのだと。ですからわしもオルテンシア様はそのままでいいと言い切れます。リンデン、それに親は子供を愛しているものですよ。ハイヤシンス様がオルテンシア様にがっかりすることなど絶対にありません。三人もの子を育てたわしが言うのです。間違いありませんぞ。そうね、とっても説得力があるわ。ありがとう。あなたの話を聞いたら少し元気が出たわ。私は私らしく少しずつお父様に胸を張れるように頑張る。その意気です。わしも助言ぐらいならできますぞ。迷った時はいつでも相談してくだされ。オルテンシア様が将来どのように成長されるか楽しみにしております。ありがとう、リンデン。